皆さんこんにちは。リアル A プロジェクト MC 担当の森正則です。いやー、今日は本当に暖かいですね。道行く方もですね、薄着になりまして、中には半袖姿の方もね、いらっしゃいます。そんな中、僕今日ダウンジャケット着てやってまいりました。本当に季節感ないですよね。見えますか、映ってますか、僕の上着ね。電車の中で一人で汗だくになっていましたね。もう良くないですよ。でもまあ、このスペイン坂スタジオにね、今日もたくさんの方いらっしゃってますけれども、見に来る方はですね、暖かい方がいいですからね、今週も最後までお付き合いください。さて、この番組のメインコンセプト、リアルなアーティストが見られるということです。ではアーティストの素顔をいかにして見せていくのか、まあ、僕たち制作サイドが迫っていってもですね、彼らの真の素顔を引き出すことというのは不可能なわけです。そこでファンの人たちにお手伝いをしてもらいます。このリアル A プロジェクトでは JTB の協力のもと、アーティストがファンの人たちとやりたいイベントを企画立案します。そのイベント内容をウェブとここスペイン坂スタジオから発信します。その後ファンの人たちから素顔を引き出す仕掛けアイデアを募集して、イベント内容に反映させていくわけなんですね。そして実際にイベントに参加したいファンを募集し実行、まあ、信頼できるファンに囲まれながら垣間見せるアーティストの素顔、その瞬間を逃さず撮影して番組へと仕上げていくわけなんです。まあ、このようにアーティストとファンが一体となってイベントを作っていくことで、ファンとアーティストの架け橋となる番組がこのリアル A プロジェクトということです。そしてこの番組、スペイン坂スタジオからまたインターネットで見て聞いて楽しむことができちゃいます。インターネットでご覧いただく場合は TFM プラスのサイト内にある番組ホームページから、アドレスは www.tfmplus.com となっています。こちらもね、チェックしてくださいね。さて、この後素敵なゲストの方お越しいただきます。さあ、リアル A プロジェクト、それでは本日のゲストの方をご紹介します。マシンのお二人です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。白栄さん、そして清さんですね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まあ、白栄さんは2回目と2度目ましてね、はい、よろしくお願いします。清さんは初めまして、はい、よろしくお願いします。はい、実際にファンの皆さんとですね、まあのお手伝いもしていただきながらですね、いろんなね、ここから発信のツアーやね、イベントを起こしていきたいというのがメインのコンセプトの番組でございます。まあ今日もね、たくさんの方いらっしゃってますけれどもね、実際に白栄さんにとってみると、ファンというのはどんな存在でしょうかね。ファンですか。はい。はどうです。なんか、うん、理解して理解者というか、うん、であり、なんかまあ仲間みたいな。うん。感じであり、まあ、そんな感じです、うん、なんかすごいありがたい存在です。そうですよね、本当にそうですよね、清さんはどうでしょう。そうですね、うん、やっぱりなくてはならないものだし、うん、やっぱり一番のリスナーというか、こう、うん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 、一番最初にやっぱ聞かせたい人たち、うんうん、でリアルな反応も返ってくるわけですもんね。はい、はい、まあ聞いてもらうときにも本当にドキドキなのかもしれないですね。お二人もね、本当にね、うん、でなんかね、実際なんですけれども、どんなね、ファンの皆さんとの交流をお二人はされているのかなというのがありましてですね、清さんはこの間1月ですか、はい、熱海の方ですか。そうです、3月3月ですね、はい、先週ですね、熱海の方に、はい、はい、ファンの人たちと、なかなか連れて熱海に行ってきました。全然イメージと合わないんですけど、清さんとね、熱海がね。そうですね、初めて行きました僕。あ、初めて。はい。これまたなんで熱海に行かれたの。いや、僕やっぱその活動がいろいろ多岐にわたるので、うん、はい、いや皆さん大変なんです、見に来るためにいろいろこう清さんをかけるのね、日頃の。そうですね、でまあもう十数年そんな活動してるんで、はいはいはい、まあ、日頃の感謝を込めてというか、うん、そういうのをちょっと一回やってみたいなって去年からなんとなく思ってて、うんうんうん、たまたまそういう企画を持ってる人がいたので、うん、じゃあやってみようかな、うん、はい。熱海って実際何されたんですか。アコギ一本でライブと、はい、みんなとお食事と、うん、秘宝館を僕が案内するという秘宝館出ました。熱海といえばですよね。初めて行きました。案内も何もね僕ビール飲んでただけなんですけど秘宝館本当は飲んじゃいけないらしいんですなかなかこう案内も何もって感じでね、はい、こう見るとびっくりするようなものがいっぱいありますからね。人間の根源ですからね根源そうそう見りゃ分かるだろ女のっていう説明も何もねえだろうって、まあでも一回は言っとけって感じはありますよね秘宝館ね。ですね、ね、はい、白栄さん行かれたことあります。
地方官ってあれかな、なんか多分あると思うんですけど多分その頭に浮かんでるものだと思いますね、なかなか口には出せないですけれども、ね、いろんなのありますよね温泉地って。あ、はいはいはい、なんか、うん、なんかこう昔のおもちゃとかばっかり置いてあるような博物館みたいなのとか、うんうんうん、そうなんだ、ありますね、ありますね。なんで下に行くんだろうね。いや僕秘宝館だと思って入ったらそういうとこだったんですよ、うん、あ、 あれみたいなおもちゃだけか。え、実際にじゃあいろんなところのファンの人とあのなんだろうツアーみたいな旅行みたいなことも白栄さんもよくされてるわけですかね。何度かはありますね、うん、僕も温泉なのかな、なんかどっかのホテルで、うん、その夜ディナーショーじゃないですけど、なんかちょっとそういうショー的な、うん、何曲かやってトークとかをやって、うん、一泊のツアーとか、あとマシンでは一回韓国もやってるし、うん、はいはいはい、そうですね、韓国、まあ、たまに何年かに一回かはありますね、うんうん、はい。でお二人は多分ずっとお酒飲んでトークみたいな感じなんですかね。はい、うん、なんかこうちょっとアウトドアチックな感じっていうのはないんですか。例えばキャンプみたいなことだったりとか。全くないっす。ないないっすね。やってみようとも思わないですか。外でなんか飲み食いするのが苦手なんすいませんなんかいやいやいいです。なんとなく分かりません、こう食べるもんとかもうこう外で、うんうん、あれあれ、なんか開放的な気分になって、でも花見この季節なんかそうじゃないですか。なんかね、落ち着かないっていうか、はい、なんかすいません。いやいやいや、もう閉鎖された空間の方がいいわけですかね。そうですね、閉鎖されてればされてるほど、ほど、はい、密室なら密室のほどいいみたいな。密室なほど、はい、このじゃあスペイン坂のスタジオなんてもってこいな感じですよね。そうですね、こういう密室、ね、ああいいですねここね。もうちょっと暗ければいいなみたいな。暗くて持ってこいだなって何が白栄さんもじゃあやっぱりあれですか、外はあんま日に当たりたくないみたいなところもあるんですか。じゃあ疲れないですか、日が、あれ何てる、あ、分かります、太陽のね、日に当たってみてね、そう、体力食ったりするんですよね、うん、多分日に当たらない方がいいと思いますけど。いやもうもっぱら夜ですね。そうですね、夜気持ちよくないですか、うん、夜の方が。まあ確かになんか風とかも冷たくて気持ちいい時っていうのもありますよね、暑い日なんか特にね。やっぱあれですね、太陽じゃなくてネオンを浴びてなんか見てるとすごい楽しそうなんですよね。いや楽しいですけどね、人があとお話とか聞くと行ったとかいうより楽しそうだなと思うけど、うん、実際自分が行くと、うん、そうかなってすいません、なんか例えばねラジカセからガンガン音流して、そうです ね、楽しそうですよね、じゃないですか、すごく、でもあんまりね、はい、疲れるんで、皆さんないと思いますんで花見ツアーとかねそういうのないですからね。夜桜、夜桜、夜桜だよね。でも外ですよ、外、じゃ あテント張ってなので皆さんには密室が用意されますから意外と僕アウトドアでした、そういえば。あ、そうですか、昔は、はい、クワガタ取るの好きだった。あ、そうだよね、うん、クワガタ好きだったな、ね、うん、それだけは。あ、じゃあ木に樹液塗って次の日取りに行ったりとか、まあ、そういうこともしますけど、うん、取れるとこはそういうことしなくても取れるんで。あ、なるほど、そんなスポットをよく知ってたという。そうですね、うん、今はさすがに行かないですね、行きたいんですけど、それは、うん、都内でもあるの、そういうこと。都内はちょっと行ったことなくて、うん、まだペンシリン結成したばっかりの頃神奈川県で、うんうんうん、でそこでは結構大学生だったんですけど、うん、その大学の周りにいろんなスポットがあって、うん、撮ってましたね撮ってた今じゃ全然想像できないですけどね、クワガタ大好きですね。クワガタがいても外ではじゃあ飲みがしないですよね。そうです、家で飲んで酔っ払って朝方行くみたいな勢い任せてね、わ、はい、かりました。
さてここからなんですけれどもね、マシンの深層心理に迫っていきたいと思います。題してゲストの深層心理に迫れ、マシンの甘美庵野。さてこのコーナーではパーソナリティ研究家、エッセイストとして活動し、シリーズ累計80万部を突破した魔法の心理テストの著者でもあります中島真澄さん、そして海外留学生活を応援するラストリゾートの協力作成のもと、働く暮らす学ぶ、この3つに関する心理テストをゲストの方に受けてもらいます。その結果を見ながら普段見られない素顔や深層心理を垣間見ちゃおうというのがこのコーナー、甘美庵野ということなんですね。なので全部バレてしまいますから、はい、覚悟していてください。実際にあの番組が始まる前にお二人には3つの心理テストを受けていただきました。何がわかるかというのはまだお伝えしておりませんでしたね、はい、今回甘美庵野のテーマはあなたの現状満足甘美庵野と、どれだけ現状、はい、満足しているのかと、はい、いうことがわかるということなんですね。結果を発表する前にですね、マシンのお二人がどのような問題を事前に行ったのか、ちょっと一問だけね紹介したいと思います。じゃあお二人には改めて受けていただいてよろしいですか、はい、学ぶからの出題になります。黄昏時の風景を眺めていると胸キュンとなりました。それはどっちの風景でしょうか。 A 海に沈む夕日と刻々と変化する空の色、 B 一番星と白く尾を引くジェットストリーム。はい、じゃあ改めて札を出してください。どうぞ。キヨさんが A、 パクエさんが B という結果になりました、はい、これね一体何がわかるかと言いますと、あなたの学び方の癖がわかるということなんですね。学び方の癖がわかると。じゃあまずね A のキヨさんからなんですが、はい、あなたは教えられた通りにやるのが苦手な人つい自分のオリジナリティを出そうと先走り、はい、それに必要な技術やテクニックを学ぶことがおろそかになるんじゃないですか。あ、なるほど、はい、あ、当たってますね。当たってますね、はい、あんまり教えられるの逆に好きじゃなかったりもするんです。教えられるとやらないんです、うん、なるほど、はい、それはあの何ですか。わかんないんですけど、ええ、あの僕の、うん、はい、あの守護霊がそう言うんですまた大きなところですね、それね。だから僕のせいじゃないないと、はい、守護霊が受け付けないと、はい、それ昔からそうですか。そうですね、昔からそうですね。これやれとかあれやれって言われると、うん、なんかこう、うんうん、ダメなんですよね。じゃあそのギターのテクにしてももうあれですか、独学みたいな感じあるんですか。ほぼ、はい、はあ。じゃあ師匠という師匠はいない感じなんですね、はい、師匠は、うん、はい、なんですか、守護霊ですか。いいのかなこれ。いやあるじゃないですか、こうね、笑いもそうですけど降りてくるみたいなところあるじゃないですか、はい、降りてきてんでしょうね。人のせいにしてればいいんです。あの、ええ、降りてこないと何もしないしないよと、はい、こうやってこうやって降りるまでこんな感じですもん。それこそ天才たるゆえんなのかもしれませんね、本当に。でもね、どんさいですけど。いやいやいや、そんな感じです。そんなことないですよ、はい、なるほど、当たってるんですね。じゃあ一方ハクエさんですけれども、はい、あなたはすぐ分かった気になってしまう人ですとそれで物事を表面的にしか理解できていなかったり、繰り返しによる学習を面倒くさがってしまうところがあるんじゃないでしょうかと。はいはいはい、これはどうでしょうね。いやすげえ当たってる当たってる。いや俺たちダメじゃんどうなんだマシンって感じですか、ね、学ばないわ、教わらないわ、分かった気になってるわ、分かった気になってるわついつい言っちゃうんですか。あ、分かった、分かった、 OKOKOK みたいな。ああ、いいいい口癖ですか、あれ、はい、全然分かんねえもんやろとか思いながら、はいはいはいってだからあんな、こう宇宙船から出てくるようなライブとかやりたくなるんだよバカ2人でなるほど、だからだ、共通点があるって感じですね。だからだ、だからマシンってダメなんだコロ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 変わるんだやっぱ教えられるのはやっぱり嫌いですか、白衣さんも。いや、場合によりますね。場合による、僕は割と好きかな、なんか、うんうんうん、自分が外れてるなと思ってることとかでも、うん、なんか人に教えようとしたりとか、うん、指摘するのって、うん、すごい大変なことじゃないですか。そうですね、あのストレスも感じるだろうし、うん、逆に
言う方も、うん、でも言うことっていうのはあかなりある程度 その覚悟があったりとか、うん、思ってのことなんだろうなって思うんで、やるよね、そういう聞くの好きですね。ああそうですか。曲とかもそういう難しいちょっとメロとかも、なんかすごくこう、うん、取り組もうとするから、うん、俺だったら無理だなってでしょうね、さっきの結果だとね、うん、聞かないですよね、うん、すごい辛抱強いし、うんうんうん、じゃあある意味あれですね、白瑛さんがこの調和をねこう保つようにしてるんでしょうかね。そんなお二人さんも受けていただきましたけれども、結果がお二人とも同じ点数になりました。え、あそうなんですか。はい、現状満足完備&数。あそうなんですか。はい、お二人とも一緒でなんと30低く低っていうか微妙な数字だよね。これ下から2番目ですからね。5とかでいいのに。もっと低いじゃないですか。これ一応100点満点なんですけども、あなたは現状に満足していません。気持ちあっても行動がついていかない、はい、そんなところが現状不満の原因になっているのではないでしょうか。現実から遊離した空想の世界に入り込まないよう地に足のついた行動をしてくださいという。はい、わかりました。30点ですって。なるほど。あでも当たってますね。あ当たってる、はい、結構日々空想、ね、空想してるんですか、はい、僕、はい、こういう時もなんか他のことを考え出すと、あって 戻さないとこう、うんうん、はい、あっち行っちゃうんですよね。守護霊さんのとこ行っちゃうんですか。あっちの方に、そう、あっちがこっち来るんじゃなくて、こっちがあっち行っちゃうから気をつけないと。ハケイさん戻してあげてくださいね、そういう時はね。こうやって肩で吸ってくれるの。えいってなんか三輪キロみたいにこう。三輪さん出ました。出ましたって。なんて叩いて。出ましたみたいな感じですね。いやでもなんか不思議な雰囲気の二人でね。なんかライブになるとねガラッと変わりますからね。その辺のギャップも僕はね素敵だなとはすごく思いますけれどもね。はい、地に足をつけてくださいというアドバイスがございましたので、はい、よかったら参考にしてください。ぜひね、よかったら、お二人が受けた、ね、質問など、ホームページの方に載っていますので、こちらも合わせてご覧ください。さあ、それではここでですね、一曲お届けしたいんですけれども、先ほどですね、実は清さんのことを書いた詩でもあるというこのビューティフルアウトサイダーをお届けしたいと思いますので、お二人で曲紹介の方よろしくお願いいたします。はい、聞いてください。マシーンでビューティフルアウトサイダー。
PR プロジェクト、今回ですねマシンのお二人にお越しいただいております。まあここからですねちょっとツアーライブのお話ね伺いたいんですけれども、実際にファンの人たちとこんなツアーねイベントを起こしていきたい、ここから発信しようではないかというコンセプトのもとなんですが、この番組実際にツアーライブでのこぼれ話伺っております。アンケート結果でいただいてますが、白栄さんはニンニクは NG だなと、はい、いう、これはどういったことなんでしょうかね。いや清さんが好き嫌いがすごい多いんですよ。あ、食べ物ですか、はい、なので韓国に行っても焼肉はダメとかね、はい、だって韓国と言ったらじゃないですか。韓国は鍋です。あ、鍋もそうです。結局入れてますよね。でも入れられたの、入れられちゃったんですね。入れられちゃった、うん、じゃあそう、サムゲタンって美味しいっすよって言われて、あ、じゃあそれ食べたいって韓国行ったんですけど、そしてそれはもともと最初は入ってなかったんですよ。確かに、はい、お肉が、ね、鶏ポンって、はい、で最後になんか麺入れる前に、うん、おばちゃんが山盛りのニンニクをドバドバドバーって、うん、なんとかなんとかなんとかとか言いながらドバドバドバーってそう、あれそれ、ってあれは僕もきつかったですね、ちょっと、はあ、最後に入れるんですよ、そうからというもの、うん、鍋3つか4つぐらいあったんでね、うん、結構人数で行ったんで、うんうん、そっからももわもわニンニクの匂いが、うん、あれって風が出てくるんですよね、次の日ね、ニンニクってなんかね、ダメです、そういうのありますよね、まあ、パワーはつくんですけれどもね。そうですね。なので清さんはニンニク NG って感じですかね、ある意味そうなるとね。そうですね、ね、そういうお話で、じゃあ清さんが、一方なんですが、白栄くんがでっかいカンペを手に持って歌ってたと。ああ、はい、昔ライブ時ですね、はい、まだマシン作ったばっかの時で、うん、それで新曲があったんですよ、2曲ぐらい、うん、で、まあ大きいカン、まあ、歌詞がまだ覚えきれてないっていうんで、うん、大きいカンペをこう下に、ステージの下に、うん、地面に置いといたんですけど、照明で見えねえとか言い出して、うん、こう横弾きながらこう見てたら、うん、それ持って歌い出してどれぐらい大きいんですか、 A4 こんな B4 A3 これぐらいの、相当でかいですね、パネルぐらいの紙を、はい、な、急に持ってこうやって歌ってて、うん、もうそれ見た瞬間バカだなと思って僕ねそんなアーティストさんね聞いたことないです、ね、それから好きになったんですよ。ああ、よりよりね、白栄さんのことがねもうそれ開き直りってやつですか。いや、なんでですかね、いや本当見えなくて、うん、でこうやって見ながら歌うのが嫌だったんですよね。ちょっと前向いて歌いたかったから。でも、こうなんだろう、でも見ないと歌えないから、こうなったんです。その結果、多分。顔を隠してまでも、カンペ見て。あ、きっとこの子は、頭の弱い子なんだと思って、それで好きになったの。なるほど。愛すべきキャラだなというね。ファンの皆さんでそのシーン見た方なんていらっしゃるのかな。そこはさすがに。見た。あ、こういうカンペ持って。ちょっと笑いました、やっぱり。笑っちゃった。笑ったっていうか呆れてほしいんだけどねそれが愛すべきキャラということでございましたね。まあいろんなね、あのツアーエピソードも伺いたいんですけれども、実際にはですね、お二人今後ね、例えばこんな場所でこんなことやりたいっていうのがあればね、清さんの方から伺いたいんですが、場所とかどこかありますか、行きたい、こんなこと行きたい場所ですか、うん、両極端ですね、北海道か、うん、北海道か九州、九州、はい、北海道か九州が好きです、ね、うん、でもちろんアウトドアではないですよね。あれ北海道だったらいいかな、空気きれいそうだから、うん、どんな内容とかっていうのは何かありますか、頭の中で。そうですね、うん、最近なんかやっぱりなんていうのかな、アコギっていうかアンプラグド的なこと結構好きなんで、うんうん、なんとなく北海道だったら野原でふわっと弾きつつ、うん、歌いつつみたいな、草原の中風がこうね、みんなでまったりビールでも飲みながら、はいはいはい、やっぱりお酒はつきものということでね。そうですね、やっぱりビールとギター、ギターとかっこいいわ、ビールとギター、こんなさらっと言って決まるシーンないですよ、なかなか。でも、ヘブレ系ですからねまあそれかっこいいかどうかはね、かっこいいですけどね、はい、白栄さんは何かありますか、場所。どうしようかな、うん、なんかでも、うん、普段行かない、うん、なかなか行けないところがいいんで、うんうん、北海道とかやっぱ北海道、四国もね。ああ、四国も。あ、なかなか行けてないですね。うん、そういうなんかところで、うんうん、なんかこう、まあアウトドアは苦手と言いながらも、うん、そういうところでなんか野外とかやっぱ思いついちゃいますね。あ、なるほ
どね、うん、気持ち的にはちょっとあるんでしょうね、こうやってみたいかなというね、うん、野外もね、そう想像するのは想像するのはね、妄想に入りやすい2人だっていうね結果も出ましたからね、はい、気持ちいいですよ、野外のライブは、うん、多分やる方は、じゃあぜひこういつかね実現も、そうですね、そしてね、はい、まず最初はフェスみたいなものにね行くっていうのもいいかもしれないですもんね、そこでやるっていうのも ね、 そ, うですね、うん、そこで今度はマシンとしてみたいなところもね、うん、いいですよね、はい、なかなかこう団体行動苦手なんで、うん、はい、みんなでやるのはちょっとどんどん狭まるじゃないですかもう、はい、ね、どっかで狭く勝手にやるから、うん、なんかこう場所だけ言っといて、うん、好きな人だけ見に来るいやみたいな本当自由人ですね、田中義武の牧場でやるからゲリラでゲリラでね、みんな長靴履いてきてみたいなねそう長靴履いてきて最初うんこ掃除してまあ実際これどこまでですね実現できるかわからないですけれどもね、ぜひねファンの皆さんもね、マシンとこんなことやりたいと、こんなことすれば素顔を引き出せるぞというファンならではのプランあると思います。受付やツアーでぜひやってほしいこと、詳細情報は番組のホームページで随時更新していきますので皆さんチェックをしてくださいね、ホームページは www.tfmplus.com となっております。本当ね、もうあっという間のエンディングというか最後になってしまいましたけれども、マシンライブ2008ライドオンアウトサイダーズが、こちらね20日がね大阪ですね、21日名古屋、そしてね23日が渋谷のオーイーストとなっていますので、ぜひこの辺ね盛り上げて、はい、久しぶりのアルバムを引っ提げてのツアーになりますからね、はい、はい、ぜひ皆さんもね足を運んでくださいね、はい、で詳しくはホームページをチェックをしてください。さあ最後になりますけれども、実はですね番組からの、お知らせなんですけれども、このリアル A プロジェクト実は今回最終回でございます。えはい最終回です、この形でやるのは最終回なんですね。あ、はい、なるほど、一旦ですねお休みに入りたいと思いますので、また新たな形で皆さんと、じゃあ何やってもいいんですよね。だって待ってください、一応このスペイン坂スタジオ自体は存続しますんでね、いやダメだ、この番組自体は一旦お休みになりますので、
またいつかね皆さんとお会いできることを楽しみにしていますので、本当にありがとうございました。で最後ということでマシンのお二人にね来ていただきまして本当光栄でございます。はい、ありがとうございます。はい、実際にあの最後恒例となっておりましてこちらのカメラに向かってですね番組タイトルリアル A プロジェクトとお二人で叫んでいただいて終了とさせていただきたいんですが、はい、息を合わせていただいてよろしいですか。はい、はい、ではせーのリアル A プロジェクト。さて今回のゲストマシンの白衛さんそしてね清志さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。